専業主婦の年収いくらぐらいだと思いますかえ、わかんない。ケースバイケースでしょ。俺の場合とさ、普通の一般社会の場合ってまた違うだろう。俺の場合は専業主婦、まあ、60万ぐらいかな、年収。だってお、お手伝いさんもいて、食事も全部出てきて、ってだったら、まあ、頑張っ、月5万円ぐらいかな。あの、お金に換算しちゃうとね、それ以上のプラスアルファがあるから別にいいんだけど。 でもさ、お互い共働きで、ってなったらまた、違わないえ、200万もないな、全然。だってさ、家で一人で完結するって、なんか専業主婦の方が思ってる以上に楽だぜ。いや、荒れてもいい。外で働く方が100倍大変だと思う。100倍大変だと思う。<laughs> マジで <laughs>。マジで大、外で働くのってめ、無理だもん、俺。 絶対。ちょうど100倍ぐらい大変だと思うよ。まあ、友共働なきゃ業主中じゃないか。なんか、例えばお手伝いさん雇えない、旦那の年収の中央値、まあ、300万円でやりくりして、家のこと全部やって子育てしてるとかあったら同じぐらいの価値があると思う。旦那の収入と同じぐらいの価値。パワーバランスは等しい。だから、もう決めらんない。 一千万円だったら一千万の価値はあるかもしれないけど、俺も専業主婦の人に一千万の価値はあんまないと思う。自分がお給料出すってなったらね。雇う側っていう気持ちになったらそうかもね。でプラスアルファがあるじゃん。なんか、可愛い,いとかさ。<laughs> 可愛いいってもう負けだからさ、男の。可愛いかったら負けるの、男って。負けるんだよ。愛が全くないと仮定しようよ。で、自分が雇うってなったら、 払えないかな、俺は。だって、外で働くのってめちゃく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 ちゃ大変じゃん。めちゃくちゃ、自分のペースで行けられねえからな。決まった時間に電車乗らなきゃいけないしさ。え、しかもなんか勝手にさ、女どもがさ、なんか専業主婦って言うとさ、女はって言うけど別に男の場合もそうだからね、俺。お、うちそうだったから。女が働いてて、男がまあ専業主婦みたいな形だったけど、俺勝ちないと思ってるから。 そんな一千万の価値ないと思ってるから。勝手に女が決今に、私たちが言われてるみたいな、フェミが騒ぐぞとか言ってるけど、別に、あの、男性も女性もだよ。俺。精査ないよ、そこに。主、夫の方ね。全然精査ない。俺は。外で働くのって大変だと思う。めちゃくちゃしんどい。無理、俺。お前が女だったらユーチューバーと付き合える。まあ、金持ちのユーチューバーとなと。売れてねユーチューバーとかとは付き合えない。 理由は自分、なんか社会にも出れないし、もう社会不適合者だし、なおかつ金も稼いでないようなやつとは付き合えない、俺。